こんばんは。今回は 2.6 アプデ情報について、まとめてご紹介していきます。まずは、ガチャ情報からですね。前半に神里綾と、ウェンティ、後半に神里綾香、ですね。前半にウェンティが来たのは、少し驚きましたね。続いて、神里綾との詳細についてです。元素は水で、武器は片手剣ですね。CV は石田明さんとなっています。通常攻撃のモーションは、一般的なキャラと同じですね。銃撃が突進攻撃ですかね？こちらは、元素スキルです。広範囲に連打を叩き込む感じでしょうか。こちらは元素爆発です。かなり広範囲で、水元素攻撃しています。こちらはおそらく、神里綾とのモチーフ武器ですかね？詳細な能力数値などは、まだ未公開でした。続いて、神里綾との伝説任務が解放されます。そして、皆さんお待ちかねの新マップの解放ですね。これが PV のワンシーンなのですが、稲妻の神桜と同じように、素材を集めて、ガチャ石などももらえるようです。続いて新生物が登場するようです。上が自称を行うキャラに適性があり、章が一番適性がありそうです。下は、通常攻撃にバフがかかるので、ヨイミや、タルタリア、などが合いそうですかね。続いて、ついにダインスレイブが絡む、魔人任務の追加です。最近、全然会えてなかったので、どうなるか楽しみですね。続いて新イベントです。報酬に、なんと行く秋が配布されます。このお祭りイベント自体は、計4つほどに分かれていて、今回は一旦詳細は割愛します。イベント日の近くになりましたら、また別途詳細の動画を投稿します。この他にも様々なイベントがあります。今回はそのイベントの画像だけでのご紹介とさせていただきます。どのイベントに関しても、日にちが近くなりましたら、別途動画を出しますので、ご安心ください。そして、コード関係ですね。交換期日が、明日の昼までですので、ぜひ早めに交換しておきましょう。では、今回は残りの時間で、PV を流していきますので、まだ見てない方は、よかったら見ていってくださいね。それではどうぞです。姿の彩りさえでどんな面白いものが見られるのか、なんじらは気にならぬのか。なんといっても先行販売限定のサイン本は、せつは人形を買うため昨晩からここを張っていた。この俺様、新たき天下第一一と熱く燃える豪快な決闘しようぜだけど一番重要なインスピレーションがまだ欠けていると認めざるを得ない。だったら美味しいおつまみも頼んじゃおうかな。あなたのことはたびたび綾香から聞いています。シャブ業神里家当主神里綾と以後お無事の気を。収水仕掛けは十分、そろそろ回収するとしましょう。仮に転移の網の推測が正しかった場合、ハビス教団にとってここは転移先として設定するほどの価値があるということだ。双眼鏡園に来たヒルチャールたちは、中に入ったらもう出てくることがないらしい。恐怖のあまり仕事に手がつかなくなってるんだ。やっぱり双眼鏡園の下ってアビス教団と何かしら関係があるのかな。空中に浮かんでるし、丸ごと逆さまになってるぞ。ここには奇妙な力がいくつも集まっている。今この瞬間、アビスの目に映っている可能性がある。あ、これって雑談は終わりだ。構えろ。邪魔者め、去れ。考えろ、あれを止める方法を。
最後まで見ていただいた方もご視聴ありがとうございました。